お疲れ様です。今日最後じゃステルスブッシュ枯渇やっていきます。さあ新カードね、ステルスブッシュがまあ先日出ましたというわけで、まあ、何に合うんでしょうと、言ったところで、まあ、枯渇が、はい、一番使われてますかね。はい、まあなんかそんなぶっ壊れって感じでもなく、やや使われてるみたいな感じです。はい、ってことで、まあ今日枯渇でやっていくんですけど、まあ性能はね、はい、まあ第一段階が透明状態ですね。基本的にはユニットには攻撃されませんよと。まああの呪文でダメージ受けるか、まあ範囲攻撃とかで巻き込まれてダメージ受けたり、まあ施設に到達すると姿を現して、まあ中からなんかちょっと強めなゴブリンが出てきますよって感じですね。はい、なんか火力は高いんですけどね、あのまあこんな感じで足遅い感じです。はい、まあなんかそんな強くないイメージはあるんですけど、はい、まあこうたどり着くとね、これだけで結構火力が1000、今ので1000です。あ、だこれね、はい、ブッシュの弱点は、まあ、透明すぎるんで守りで使えないです。まあ、そこが大きな弱点ではあるかもしれないんですけど、なんか取りま攻めでこう流しとくと地味にね、はい、削れて、まあ、無視をね微妙にできない。まあ、こういうの早めになんかウッドで縛いたりしたりしてもいいです。はい、早めに縛くと、こんな感じでね完封することもできます。で、これでまあ1000削れるっていう。いや、マジ火力だけで見ると本当に強いんでね、まあなんかいいデッキが見つかればものすごい入りそうだなっていう気はしてます。よいしょ、まあ、枯渇でも攻めまくってね、相手にコストを使わせまくんのがいいのかなと思います。はい、まあ枯渇とあとはまあなんだろうね、メガナイトやペッカでなんかちまちまいるっちゃいるんですけど、難しい。鬼弱ではないんですけどね。いや、これ早めにウッドでおはようしときたいね。いや、吹き上げいこう。なんならもう延命してブッシュまで行っちゃって終わらせることも可能ではあるか。まあなんか2コスっていうのがいいですね。そのなんかとりあえず2コスっていうので雑に避けるんで、まあ、初手とかにね脳死で端前出せたりできる。なんか後ろから俺結構出してたんですけど、端前から出す方が強そうな感じだね。よいしょ。さあ進化バレルもぶっ刺さっていきますよと。オールブレイカーもね、いやプリンスどんだけ歩くんって話ですよね。はい、ナイス GG っていう、まあ無限に攻めてブラスターで回収みたいな、こういうデッキには合うのかなって感じですね。まあ、単品だけだと別にそんな壊れではないね。ほんとね、ちょうどいい、ちょうどいい、ほんともうこんなのでいい。ここからね強化してくれればいいわけですから、まあなんか中から出てくるゴブリンのね歩く速度は速いだとか、まあ、ほんとそんな小さな調整でだいぶ強くはなりそう。さあプリンセスにウッドを使わしたんでバレルでもいいし、なんならこのストレスブッシュ流すだけでもうざいしね。あのバルキリーはオールブレーカー釣りで後ろに下げたいかな。あれ無視できないかな、まあ、セミウッドとかやっちゃってもいいけど。さあ、まあほぼ角でコストを使わせることはできるカードですね。ああ、それむず、上と下にするか。さあトルネドリルね、トルネウッドか。マシマイプリンしてバレル使わして、バレルじゃない、ウッドを使わしての使ってくんねえかな。これ奥にやっちゃおう。これウッドで巻き込めねえよ。よしよし。からのオールブレイカーで下げまして、でも一生俺のペースね。これにゴブリンつけてもちょっと強かったりしねえかな。からの逆サイステルスプッシュ。ステルスブッシュ。もう一枚タイムの、このもん、攻めるだけ。え？そっち行くんや。釣られちゃうんだね、うちのシェイミーちゃん。なるほどね。そう、逆サイのボブにも行っちゃうのは、まあ、弱い部分であるが、逆にボムとかを溶かしたい場合には優秀か。さあ、で、まあ、トルネがあったんで、いや、これやばいな、マジ。一生攻めてるだけなんですけど。ふふふ。端前プリン、端前バレル。あー、それやばいな。
進化じゃねえのか。やばい。やばい。やばい。いい取れなすぎる。いや、しまい。なんかね、難しいな。いや、一旦、攻めたいな、これ。攻めなきゃ負けるない。これなんか、この辺とかにしたら意味あんのかな。次一相手、進化ドリルなんでね。え？それ美味しくね？一瞬壊して、トルネで下げるが、いや、入るよ。うい、さ、ナイス。からの、お花畑ちゃんがあるんですけど。これ進化なんだね。だいぶまずい。いやー、冷静に。後ろにも下げちゃって。やばい、65個。待って、やばい。これマジ打ちで、ぶち抜き。ウッド落ちるっけ？落ちないらしいっす。最悪なんやけど。落ちないパターンだ。いやーでも、実は左が本命だったりします。右も入りますけどね。なんならもうワンテンポ待てば、タワー同時落としまでも、さあ狙えますよの。いやこれ1枚タイム、相手絶対ついてこれないっすわ。攻めまくろうぜ。いや、初手物資強いな。雑に。うっとうね。いや、これでいい。これだけでいい。で、攻めて、全部ブラスターで回収ね。いや、ハイスピ強い。でかい。キング起動までしちゃいたいね。いやー、完璧だ。もう。まあ、うちのプリンがイカれんのだけ、まずいんですけどね。いや、いいね。からの、ブッシュ行っちゃったりしてね。マジで、めちゃくちゃ雑に叫んな。やべ。うん、そっちから見ないで。いや、エイムよ。ちょっとこれまずいか。攻めすぎたかな。ふふふ、マジで怖い。いやー、マイティバカーぐらい許すか。ホグ、ん？ホグだっけ？ホグかドリルかもわかんねえな。ウッドを持っては いらっしゃいましたね、あなた。進化バレルも強いんでね、別に。ちょっと考えたんだよな、それ。まずい。まあ下げて、ここ結構入ってほしかったりすんね。でスピリット系いいね。いや、このプリンエンメでかすぎる。からのコストないのにブッシュいって。遅い、歩くの遅すぎる。いや、ウッド使った。いや、これナイトとのね、実は左も削りに行っちゃうみたいな。いや、でかい、ウッドない、両方入るよ。いや、これ右普通のバレルだったか、もしかして。いや、え、全然いいだろ。歩くのマジで遅え。俺の負け筋は一本漏れないことではある。これにクエック使ってくれんの、美味しすぎん。めっちゃビビってますやん。いやいや、でもちょっとまずい。あ、でもプリンの落ちるわ。いや、マジでこれさ、超ウッド枯渇すぎて。いや、ちょっとおもろいか、ブッシュ。なんか個人的にはディガポイとかにも合うのかなと思ったんですけど、まあそのディガポイ自体が今単純にね、ドリルとかの方が優秀なんで、流行ってないっていうので、こういう枯渇系の方が使われんの。いや、マジで、本当になんか端前から出しまくるだけで勝てるんで、俺はめっちゃおすすめだな。好きだな。俺は好きなデッキ。ふふふ。ペッカかな。
言うのだったの。え、ウィザードも一発耐えんのそれ。優秀すぎん。来ない。マジ一生攻めてやる。一倍タイムはやべ。しかも俺守れない。いや、ブラスターのおかげで。いや、マジブラスターでよかった。いや、マジブラスターじゃなかったら、タワーなくなってたわ。吹き矢のさ、一方的な射程でいじめれね。いやー、いい耐え。でかいね。あー、LSP!ペッカラムっすね、これ。ちょ、マジ攻めちゃおう。もうコストがないのよ。いや、でもいい。全然、全然。相手もコストねえかんな。ちょ、1倍タイムは、行きまくんないと、やばいのよ、俺。1倍でね、決着つけたいんだよね。いや、ウィザード1よ。良すぎんな。いや、これで、見えねえだろ。よし。1枚攻めまくってからの、いや、ここ進化バレルなんだよな。めっちゃ生きてんだよな。いや、強い。いやー、ナイス。ままん、あ、止めればよかった。やべ。いや、止まってんな、それ。攻めてこう。これ一応守る気ではいる。俺はクラロファは守りのゲームだから余裕で止まんの。いや、マジブラスターとかいうカード強すぎん。え、待って、どっか行った。かわいそすぎる。マジかよ。まあでもザップなんで止まらんやろ。え、いい。ボイドすぎるだろ、これ。見えねえだろ。でもマジ一生攻める。守りなんか知らない。よしよし。でまた攻めてやる。ザップ裂いたんでね、正直もうこれで終わってほしい。うん、まずで、ここで攻めちゃうんですよね。この納金具合、全ては許容という文字で済ませられる。ふぅー、オーケー。いや、マジでシェイミー何もしてねえんだよな。後半は一生透明。守りで使えたらさすがに強すぎるか。マジ無限攻めおもろいな。さあ、いきますか。ふふふ、端前出す用のカードしか入ってねえかんな。え、結果的な。いや、ママが、いや、危ね、タワーじゃなかった。ボイドね。マジ、ペッコじゃない?これ、アホみたいにいきます。いや、ダメだけやめて。はい。マジ、インチキです。囲むか。やべ。うっとっちゃよかった。いや、まあ、一発ならいっか。はい、強すぎ。ちなみにこのストレスブッシュは休憩中。端前プリンでもいいし、別にブッシュでもいいんだよな。悩むよな。一旦出してみるか。で、端前プリンもやっとこうか。これうざいね。まあ、ガン無視もあるが。いやー、でかい対応してくれたのは。いや、これブッシュがガン無視なのか。ああ。まあこれね、オールブレーカー釣りをしたいんですよね。でもマンマンが来るとね、ちょっと怖いんですよね。ゴブリン逆だったか、絶対。いや、まあまあ。いや、ブラスターって偉大だな。しかもさ、ブッシュで
1100ぐらい削ってない？いや違うか、違うやつが削ったか。さすがにこいつがそんな削れるわけねえか。いや遅っとろ、意外とユニット合わせてもね、そのタイミング通りにいかねえんだよ。さあ終わりの始まり、いってらっしゃいああおもろい、おもろいだけ。あ、怖いのこれ結局か。まあちょっと怖いよね。え、なんか帰ってきた、優秀な子はいる、竹も帰れた。いやー無理か、さすがに。ブッシュ、サボってんな。あー、まあ雑砲これに撃たせられんならもう勝ちですわと。いやブッシュ、まあ別になくてもいいんだけどね、そのあったらあったらちょっといいんだよね、別になくてもいいんだよね。シャアなしで使ってる感もまあ否めんこともないかな。ね、うざいだろこれ。ディガロ系やね。違った、え、ウッド使ったぞ、やばい。あー、キャベツ頑張ってた。マジ見た目キャベツなんだよな、出てくんの後半。おー、いやマジディガープラスのロケット戦術っぽいっすけどね。引きこもられた時に削れるかどうかだな。いやでも一枚タイムのこれ強っ。しかもこれテスラ目覚めないっすよ。ふふふ。横失礼しまーす。ウッドを使うしかないっていうねこれ。え、ウッド使ってくれたよ、熱くね。マシュマイプリンやりたすぎる、テスラ邪魔だな。正直左だっていい、なら、あ、てか右とか左でよかったじゃん。拾いたい、てかオールブレイカーだった。いやーこれ進化オールブレイカー強くね。テスラ回ってっか、回したか。いやーまあこうなってくるとだんだんきつくなる。許してく、あーやば、自分のオールブレイカー通んなくてもね。え、惜しい、もう一発。いやこれブッシュさ適当に流しときゃマジ強い説ねえか。テスラかウッドでしか止まんねえかんな。テスラも置いても直接当てねえとな、入ってこねえかんな。まあ、ユニットで拾うのがファルチなんだけど、何これ普通に分かんなすぎん。うざめの延命、いやいい延命なんだけどな。ブッシュブッシュブッシュ、これにウッドをね。いやー悩んでる。でタワーにたどり着きそうだったら、おい使わせられんな、つタワーに着く寸前で攻めウッドとかも強いしな。これだけで終わりな、ウッド回してんのか。あー回ったっす。相手何で攻めるのこれ。なんか今気づいたんですけど、あ、やっぱ何で攻めんだウォールブレイカーか。いやでもウォールブレイカーしかねえぞ。終わったよ。え、何これ接待。え、ディガーもドリルもねえなんてことあんの。いやドリルあるんかい、トマさんかい。タイミングがねかったのか。ウォールブレイカーブッシュバレル始まりプリンつって
ジでチンパンだな。なんか枯渇デッキとは思えないようなデッキにはなりました。いやマジガン無視あんのか、対応してほしいんだよな。守れないからさ。あーすんご気持ちいいなこれ。いやーワンチャン、でかっ。買ったくね。うわーうまい、その端前止めそれやばいな、偉すぎるわ、びっくりね。いやーでも俺2本削りてー。いやこのガゴちょっと美味しいな。もう21プランですね。正直形組まれてぶっ破されたら守れないんで。はいこんにちは。いやダメね、いやいいよ、いやでも使わしましたからの進化バレル行くだけでも強いけどな、コストないけど行っちゃいます。はい序盤いきりよし。うわーそれ当ててきたか。さあ500同士、さすがに、いやこれ進化オールブレーカーは棒に使ってもちょっと強かったりすんな多分。いやいやし、いや守ろうとすんのが間違いか。攻めなきゃ俺は負けるんですよね。ちなみにいやいい、もう許容でいい全然。中からゴブリン出てきたの、え熱すぎん、ブッシュか、えな、なんだ、何か頑張ったんや。え待って、キングがすごい520ブッシュ投げとこう、うざくねこれ。残り15秒攻めないといけないのに、すごいね使ったらね、これにヤナメ使ったらじゃあオールブレイカーどうすんの、でも攻めないけ時間もないよねみたいな。うわーでげー、耐えましたギリギリ。いやわかんない、一回なんかスパーキーがようわからんやつに打った気がしたけど、ブッシュだったのかどうかもなんかわかんなかったな。まあええか、攻めんのが大事だな本当に。あでこういうのに対してだからダガーだ、ダガーやブラスターに対して今までウォールブレイカーだとタワーに届かなかったけど、ああ変わんねえか、ブッシュだとちょっといいかなって。一発、ああ若っ、えこれまたスパーキーやん多分、行くけどえぐ、謎な流行りが2連スパーキーなんてことあんの。まあ強えか、さすがにザップとか打ってほしかったな。1390か、いや一旦落ち着くか、アド取られてそうだけどどうなんだ、垂れ流しね。いやーまあ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 、取りま垂れ流すか、端前分やっといてもよかったけどなんか守れる気がしました。はいプリン吹きやウォールブレイカーで打たしてからのナイトゴブね、さっきと同じ。やべ、うい、ナイス耐え、しかもこれプリンにも対応するからこのバレルがうざかったりします。でこのウォールブレーカーが超弱かったりします。やべ、いやでかい、うーん
790がね、嘘みてえだな。シェイミーを召喚。いや、よしよし。これさ、ラグビー完全スルーしてこっちまで来ない。あー、えら。これ攻めれないのはちょっときついな。いやー、これ最後の削りが攻めバレル行くだけ強いけど、今の俺はねもう一回だけ守る自信があります。リスク来い。いやー、でかい。マジでこれ相手最後削れないんで、俺冷静になる必要がある。進化バレルマジいつ飛ばす俺。いやマジで耐えてる。怖すぎるが、ちょマジで、あとちょっと進化バレル、これ行きたいな。ナイトと一緒に行きたいんだよな俺。遊んではないですからね、これ。ちょっと真剣ではあるんだよな。いきます。これでいくね、もう。はい、ここまで来て、急にチンパン。さっきまであんなに粘ってたの何だったんやっていう。おい、ナイス。いや、でもよく耐えた。よく耐えた。まあ、さすがにね、スター級系ちょっと多いんだよ。まあでもなんか本当、対ブラスターと対ダガーガールに対して、今までウォールブレイカーやバレルだったなんか微妙だったのを、ステルスプッシュで、ちょっとだけなんかちょっかいかけれるのはね、いいな、やってて。幸せを感じれる。ボムバルや。バルンか。ちょっとめんどいね。ディガーが。いや、これ結構入るよ、マジ。そうなんだよな。いや、ブッシュうざそうだな。これにだってさ、あ、まあ、タル、ユキか。普通に相手はユキを打てばいいんですけど。タルとかも打ちたいしな。いや、これでボムがなくなる時で横にもずらしていくと延命したかった。いやー無理か。いや、いい。いや怖えって。これ最後にさ、結局アイグルバルンディガーのフルブッパちゃん来たらもう終わっちゃう。ワンチンユキ取ってんな、えろ。まあ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 、今の相手の7コス3コスだけで耐えれてるのはちょっとでかいけど、プリンもあんま攻めで使わない方がいいんだろうなと思いながら。今のディガー明らかに早かったけどな。タルユキだと思うんでね。まずはシェイミーで様子見。即配置したいな、バルーン来たら。いや、いいよ。ユキ使わした。いや、後ろから吹き矢プリンもう無限出しだな、これ。いや、うざそう、この戦い方。マジネチネチしてる。マジ延命1個もできん。いや、それでボムを
破壊してくれたら幸せではあった。いや、なんか耐えてる。絶対タル使うよ、なんの使わず耐える道があんのそれ。うわやば、うわそれやばいわ、その耐え。え、なんかパフった。うわ今の耐えやば、守れないんだ俺今、攻めるしかない。うわい、やばすぎ。ギガ警戒のゴブリン、バルー警戒の吹き矢でまさかの耐えちゃったわいや地味にはおもろいんだよな、ステルスブッシュね。まあ、なんか大活躍とかはするカードではないんですけど、まあ、なんかちま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 ね、相手にプレッシャー与えられて、なんかこういうほんと攻めまくる枯渇デッキとかには、はい、合うのかなと思います。というわけでこちらステルスブッシュ枯渇デッキ、皆さんもね使ってみてください。チャンネル登録もお願いします。ではお寿司とまたね。